ナンバー、アイの新曲ジャケシャが物議を醸す。ファンの声と社会的影響に迫る。新たな年が幕を開け、平野紫耀、神宮寺雄太、岸雄太によるグループ、ナンバー、アイが1月1日に配信を開始した待望のファーストシングル、ゴート。しかし、そのジャケット写真が公開されると、一部のファンからは辛口の評価が寄せられました。 ゴートは前編ラップで構成されたヒットホップナンバーで、わずか3日で YouTube 再生回数1000万回を突破し、現在までに3000万回以上再生されるなど、成功の兆しを見せています。ビルボードジャパン総合ソングチャート、ジャパンホット100、デモ総合1位を獲得。しかし、この成功にもかかわらず、ジャケット写真には賛否両論が巻き起こりました。3つの異なるジャケット写真では、 彫刻がバックになりポーズを決めるパターンや、芝生と青空の中でヤギと共に並ぶパターンが展示されています。特にヤギが映り込んだジャケット写真に対しては、アッパーな楽曲とのギャップが大きい、ダサすぎて泣いてしまうといったレアンの厳しいコメントが SNS 上で相次ぎました。ナンバー愛は結成以来、センスに関する疑問の声に悩まされてきました。 グループ名が発表された際には、ダサイトの反応が相次ぎ、ロゴマークが他のバンドに告示しているとして、パクリ騒動が勃発。これにより、センスに疑念を抱くファンも一部に見られました。今回のジャケット写真に関しても、ゴートのタイトルに合わせてヤギをフィーチャーするアイデアが、センスなさすぎるとの声が上がっています。一方で、ファンからは異なる意見も寄せられています。ゴートのヤギマークは X のハッシュタグで使われていたので、 ファンからしたら本物のヤギと一緒に写ってくれたんだって嬉しかったというコメントも見られ、ユニークでユーモア溢れるアプローチを楽しむ声もあります。一方で、ファンの中にはジャケット写真に対するポジティブな声も広がっています。特に、ジャケット写真に写っているヤギに対しては、ヤギと一緒に写真を撮ってくれて嬉しいといった感謝の意を示すコメントも参見されます。そうした反応に対し、ファンたちの間では、 ゴートのヤギマークはファンからの要望に応えてくれた、ジャケ者はインパクトがあり、良いといった意見も広がっています。アーティストとファンの対話がジャケット写真にも反映され、その結果、ファンたちには記念的な作品として受け入れられているようです。ナンバー、愛の CD リリースが初めてとなる今作に対する期待は高まっており、成功の裏に潜むセンスの問題もまた注目の的となっています。ファンとアーティストの間で生まれる対話が、 彼らの芸術にどのような影響を与えていくのか、今後の展開がますます気になります。